支援学校で、地元で働いてて、そこで、障害のある子どもたちと関わっていく中で、もっとなんか、知りたいし、この子たちに何かできることはないかなって思ったのが、この仕事を始めた一番初めの原点だと思います。その後に児童デイサービスで8年ぐらい働いて、で引っ越してきて、ここでたまたまうちのマンションにここのチラシが入ってたのがきっかけで応募しました。私たちこっちの支援する側がやり方とかを組み立てていく中で、一つできたことが、みんなで分かち合えるところがすごく魅力的だし、それができたことでここに来てるメンバーさんたちも笑ってる姿を見るのがすごく魅力やなと思います。みんなで話し合って、そういう方針を決めた後、その方針でなんかうまくいったというか、なんかその人のなんか変われるきっかけが見つけられるのもすごくいいなと思いながら、例えば、やっぱ発語のない利用者さんもいて、そういう方ってやっぱこっちが気持ちを汲み取ってあげないと、なんかなかなかね、言葉が交わせない分、なんか何してほしいかなとか、これかなっていうのがあるんですけど、こっちが投げかけた言葉に、そう一緒にやろうみたいな感じで歩み寄ってきてくれた、なんか少し距離が縮まってだっていうのはすごい自分に返ってきたことかなとか思います。そう確かにすごい大変な部分は日々あるんですけど、毎日ではないっていうことは確か言えます。それ以上にやっぱ自分に返ってくるものがやっぱ少なからずはあるので、私はそこを糧に毎日仕事を頑張ってるかな。多分家にいるとずっと、子供のことで、また逆にずっと子育てで息が詰まるんですけど、ここに働きに来ていろんな人に話を聞いてもらえることで自分自身もすごい発散してます。やっぱ子供が小さいので、保育園とか呼び出しとか結構あるんですけど、そういう時もすぐに対応できるように調整をしてくれるのがすごく助かってます。急な休みにも対応してくれるこの職場はすごくありがたいです。子どもの通院とか急に入ってもちょっと1時間早く上がってとか、そういうのもすごく取りやすい。行事は全部今のとこ全部行かせてもらってます。そのあたりもそうですね。あとは有給も全然使えるし、もともと前もって休みを伝えておくと、そこを代休に振ってくれたりして、代休プラスなんか有給って取りやすいすごい環境です。ここの職場はすごく助かってます。お母さんでも頑張って働けるよっていうのは証明してるかなって日々思ってます。絶対人となんか関わる接するのが好きな人はすごく向いてると思うし、チャレンジしてみたい心を少しでも持ってる人は向いてると思いますね。おしゃべりするのが好きな人とかすごい向いてるかなと思います。ここに来てる人たちもすごいおしゃべりの人が多くて楽しい人たちなので、あとは自分の持ってる得意なことを、一緒にしたいなって思ったり、そういうのが、ここで言うと受産製品につながっていくので、一緒にやっていきたいなって思ってるような人もいいかもしれないですね。なんかおにぎりカフェみたいな障害のある人もない人も集まれるような、場所を作りたいなっていうのはずっと思ってます。地域の人がつながれるような場所をなんか作ってあげられるのが、なんか将来本当おばあちゃんぐらいになったくらいに実現すればいいかなと思って、今密かにずっと思ってます。確か子供の時とかやっぱ駄菓子屋さんとかそういう
場所がすごく多かったけど、やっぱ近年ないし、ね、そういうとこで関わるっていうのはなんかいいなと思って、うん、そうすると関わる中でやっぱりこのやっぱ昔からあるなんか障害のある人ってちょっとどうなのというイメージも少しはなんかね、あの穏やかにというか緩やかになっていくんじゃないかなと思います。なんかまあ皆さんの持ってるその障害のイメージがまあ個々の差はあると思うんですけど、決してそう怖い世界ではないっていうのはあの知ってもらいたいのと、やっぱそういう人たちがまあ生きやすい世の中にあのなっていけるのを手伝うのが私たちの仕事やと思ってるんで、なんかそういう人が一人や二人あの増えたらいいなっていうのはあの思います。